宮崎が先に動き出す。戦国が行った、ヘディングシュート決まった。広瀬健太、ドンピシャ合わせてきました。得意の形で広瀬健太のゴール。栃木 SC が1対0と1点を先制します。戦国の右足からでした。走り込んできた広瀬健太。